アンナー・マーリア・フォン・ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテルは、ザクセン・バイ・マル・アイゼナ派公、エルンスト・アウグスト2世の日。ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公、カール1世と、非フィリッピーネ・シャルロッテの娘として、ボルフェンビュッテルで生まれた。兄は、プロイセン元帥として知られるカール・ビルヘルム・フェルディナント。1756年3月16日、エルンスト・アウグストと結婚。 しかしわずか2年後に夫は死去し、彼女は身をもの体で長男カール・アウグストの摂政を務めることになった。同年、次男・コンスタンティンを出産。7年戦争という一大事にもよく広告の舵事を取り、カール・アウグストが成人した1775年に摂政を辞した。芸術のパトロンとして知られ、作曲をする才女だった。彼女は、ヘルダー、ゲーテ。 シラーラをバイマルへ招聘した。幼い大公の教師を務めたのは、シェイクスピアのドイツ語翻訳者で詩人のビーラントであった。アンナーマーリアは、85万冊もの蔵書を持つ、アンナーマーリア大公秘図書館を創設した。ありがとうございます。